東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？ベガルタ仙台がグループ B で唯一の連勝を飾り首位をキープした。敵地で苦戦を強いられたが、後半24分にディフェンダー菅井直樹のクロスからのこぼれ球をミッドフィルダー富田慎吾が右足でゴール右上に突き刺し 1-0。 少ないチャンスをしっかりものにし柏に勝利した。試合後のインタビューで渡辺進監督は苦しみましたねと苦笑い。シュートも少なかったと思いますし、次までに修正したいと思います、それでも粘り強く守ってくれたと思いますと選手たちを称えた。2連勝とした仙台は来月1日に第1ステージ第5節広島戦に臨む。全員がファイティングポーズをとって俺を使えとギラギラしている。連勝しているので広島戦にぶつけたいと意気込んだ。また決勝点を挙げた富田はチャンスだと思って走っていったらボールがこぼれてきたので決められてよかったです。なかなか苦しい試合でしたけど、少ないチャンスの中で決められることはこれからも大事になってくると思います。まだまだ課題は多いので前向きに取り組んでいきたいと試合を振り返った。2連勝とした仙台は2試合を終えて首位に立ち、残り4試合あるがグループリーグ突破に前進した。ここから連勝できるかが自分たちのこれからにつながってくる。大会は違うが連勝できたことはチームとして成長できている。いろいろなメンバーで戦っている中で結果を出しながら戦えていることはチームにとって自信にもなるし、これを続けていきたいとチームとしての手応えを口にした。